皆さんこんにちは。神戸市民の淡井圭介です。本日の日付ちょっと待ってください、ね、よいしょ、5月の、19日、広島サミットが、本日行われまして、まあこれはロシアへ の, あのメッセージでもあるんですが、まあ、あの G7 の方たちがあの広島という原爆投下された地で、まあ、献花を、捧げていただいたと、まあ、これが平和へのメッセージです。で、まあ、中国政府の方たちも動かれたとかもしれませんが、まあ、我々の方に上がってきている情報では、まあ、これは随分前からあのテレビで放送されていました。ロシアとウクライナ両方にドローンを、販売していたと。まあ多分僕の見立てでは一時中国の方でドローンが流行って一般人の方も結構飛ばされてのではないでしょうか。それはニュースで確認してるんですよ。で、あそこまで進んでしまうと政府の方としても、これは日本でも起こり得てる状況なんですけども、どこの会社が何をしてるかっていうところまで状況が把握できないと。これはあの世界中多分どこの国でも起きてることだと思います。で、まあ、後追いになるような形でその戦争地域にそのドローンを販売するやめなさいと、まあ、政府の方が、まあ、今頃は多分言ってる頃なんじゃないかなと思うんですけども、特にまあ中国の方は人口が13億人ぐらいですかね。まあ、これも時間の経過とともで、経過とともに、まあ、私の方も人数がどれぐらいなのかっていうところちょっと分からなくなってくる時あるんです。で、まあ、大体約13億人ぐらいかなと思って今申し上げてるんですが、まあそれだけ数が多かったら、そのどこで民間人の人たちが何を販売して、どこでどういうふうな流通ルートでっていうところ、なかなか難しい部分あると思うんですけど、僕の思い当たるところであるとすれば、その、まあ、海外にそのアリババさんとかがその通信販売の流通網を進出されているのであれば、まあ、インターネットを通しての購入、まあ、これは、まあ、阻止していただかなかったら、両方にドローンが行き渡って、両方とも戦争に使用してます。で、それはちょっと、やめていただきたい。で、まあ、ロシアの方も、ミサイルを、ウクライナの方に打ち込むのはやめてください。すいませんが、ご協力のほどよろしくお願いします。まあこれはまあ西側諸国の方たちに申し上げるんですが、まあ、今中国の方も対応に当たってくれてますんで、どうしてもね、時間差とか情報が伝わるのに時間がかかる部分あります。でもちろんそれまで時間がかかった経緯についても習近平国家主席で決めれることではなかなかないと思うんです。それは中国人民党大会を開いて、みんなと意見交換して、もうこの方向で行くからっていうことを伝えて、で、まあ、動かれてると思うんですね。それしなかったら、今度中国政府の人たちが、中国政府としてどう動こうとしているか、これが分からなくなってしまうので、どうしても会議開かなきゃならないんですよ。まあ、これは一般の人への向けての説明ではあるんですけども、だからどうしても提案した内容等に関して、まあ、僕もだんだん言ってることとかもう状況を見て少しずつ変わったりもしているのが現状です。で、それはその時その時の状況に合わせて何が一番いいのかっていうところで、提案させていただいてます。これはまあ請願法に基づいての陳情です。皆さん、停戦の方向でご協力よろしくお願いします。本当にロシアの方の皆さん、ミサイルなんか撃っても自分の国の燃料とか無駄になるだけです。本当にいいこと何にもありません。戦争を終わらすこと、これが一番自国のメリットでもあります。間違いありません。もう100万人以上の方がもう逃げられてるんでしょう、ロシアの
国民の方たちが。で、多分その我々に上がってきてるニュースに関しては、その人数まで正確にカウントできてないから、およそで聞いてる数字であって、もう今それが120万人になってるのか130万人になってるのか、もう追いついてないと思います、情報の方が。で、そこまで言うと、そのやっぱりロシアの方も少子化進んでますから、その後の戦争を終わらせてからも、まあ、結構大変な時期がある程度の時期続くと思います。早々に停戦する方がロシアとしても絶対に良い道筋です。間違いありません。ご協力のほどよろしくお願いします。